10分だけね練習してきました。この動画はね10分だけ練習してね、まあ、どれぐらい進めれるか、うまいことできるかみたいな動画になっています。まあ、とりあえず1枚目10コインアッポですね。でここね上行くんですよ。じゃないとねトゲゾウにねぶつかる。でね低空飛行で飛ばないとねトゲゾウにぶつかるんで、で進んでいきます。でまあ進んでってねここにね、まあこっちからここでいいや、こうでいいです。こうよし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 。でここにねまあ上に行くね隠しツタがねあるんでね、これを登って、そしたら10個に2枚目がなんとありますと、ここにあれと行って、ですぐ降りる。いい調子よ、いいぞ。でここにね次ワンダーフラワーがあるんで、ここのワンダーフラワーちょっとね好き上からねこうでっかいあのさっきの敵が襲ってくるステージ。でここね一番左行ってねずっと真下までやってたらね、まあ、すぐワンダーフラワーのとこに行けますね。でこれでワンダーフラワー取って、はい、よーし。で3枚目の10コインがこの先にねあるんで、これを入って、はい入って、出て、進んで、はい、進んで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 、で、ドカン入って、で、なんと、おしまいです。ここまで低めに飛ばないと、トゲゾウぶつからない。お疲れ様でしたね。バイバーイ。